猫ケン。もちょっと減っちゃったけど、うん、コーヒー。夜の営み中に女の子が考えてること10選。営み中の、はい、好き。どういうこと？溢れるってこと？そうそう、めちゃめちゃ思ってるよ、脳内で。いや好きぐらい。この感情によってその名前呼ぶとか、まあ好きだよとか伝えることもある。あと少しなのに。あテンポね。それな、あるある。あのこっちがさ、うん、いきそうって盛り上がっうっとスピードが早めちゃうんだよね。早めちゃうのよ、男の子って。そう、いけーって。そうそう、違う。そうそうそう。はい、もういけない。はい、もう逃した。これみんなあるやろ。みんなあると思う。うん、その、いや、わかるよ。その、こっちが多分行きそうになるとさ、テンション上がるんだろうね。だし、頑張っちゃうみたいなのはわかるんだけど、うんうん、ずっとそれでいてほしいな。同じリズムじゃないと。やっと来たのに、波。そう、そう、いけないから。そう。もうちょっとエグいのいきたいね。下ネタ強めってこと？うん、いい、言っちゃって、うん、はい、いきます。はい。気持ちよかった時足ガクガク。わかるわかる。女の子みんなあるでしょこれ。なる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 。まあ体に力が入ってたのがこう緩急で、 そう、ね、それでこうプルプルしちゃうんだけど、うん、力入ってる時って気持ちいい時なのよ。うん、そうだね。そう、本気の時。そうだね。だ、演技かどうかここで見分けられるかもしれない。こと終わった後にね、うん、うん、いや資格隠するって言う子いるかも、ちょっとあざとければ、うん、ああ、え、前も笑っちゃうから言うけどね。足めっちゃ隠すんだけど、あの、うん、本当の時って、うん、笑っちゃう、笑っちゃうし、あのベッドから起き上がる段階で、うんうん、あ、やばい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 。小鹿よ、小鹿。わかる。だからそれをちょっと可愛めに言ってる余裕がありそうな時はちょっとお芝居な可能性も、うん、あるかもしれないね。そう。はい。はい。お尻ペンペン何がいいの？あ、じゃあそれ関連。うん。それ関連。いいよ。それで言うと首絞めもわかんない。女の子側はマジだから、うん、別に苦しくはないけど、うん、人によっては、うん。そうなんだよね。あれわかんないんだよね。まあ M の子は好きだろうね。これもわかんない。あのちょっと間違ってる言葉でね。うわ痛い。やっちゃう。 でもこれやってる人お尻叩く し首締めると思う、うん、のよね。間違ってる。そう、3点セットみたいな、うん、お得な感じあるよね、うん、オラとか、うん、本当に教科書に載せた方がいいってぐらい、そう、オラって言わん方がええ。マジで意味わかんねえぞ。うん、なんて言うんだろう、 S と乱暴を履き違えるのは全然違くて。あ、そうだね、そういうことだね。そう、もう多分それ言うやついたらもう終わっちゃいそうだもんね。って何もうその言ってほしい言葉にさ誘導しすぎてるじゃん。そうそうそう、自称 S の人って。そうそうそう、その何が欲しいか言ってごらんとかってもう言うこと一個しかないやん、うん、ちん、はい。意外と営みに関係ないこと考えてる。おー、時があるにしようかな。毛布とか、うん、ぐちゃぐちゃぐちゃだなって思いながら体勢変えてたりとか。ああ、ある意味余裕だ、うん、かな、うん、うん、布団のシワどうこうじゃなくてそれを考えてる余裕がないんですよ。ああ、もうそのことしか頭にないっていうか、うん、もうそ次の体に例えばじゃあ正常位から後ろバックになりますみたいな、このこう入れ替わる瞬間とかは、うん、もうバックで入れられた時のことを何妄想じゃないけどちょっと先の未来をもう妄想しちゃってるから見てないんですよ、別にもう周りを。あ、そうなんだ、うん、ないわその感情が。すごい極端な話で言うと、前戯がリビングで盛り上がっちゃって寝室に移動してちょっと本格的にするみたいな、もう超興奮状態になって部屋変えようみたいな時も考えないんですよ。もうそのことしか頭にない。もうベッド行ったら大変だぞみたいな。え、だからそれで言うとどんな感じで部屋行くんって感じなの？え、やりながら行くのみたいな。え、このままん、やりながら行く、それとも歩きながらってこと？どういうこと？
そう、イチャつきながら行くのか、うん、はだけてるか、まあ、全部脱ぎ捨ててるかは知らないけど、うんうん、まあ、まあ、スンって行くのか、どこだみたいに。え、こうやん、こうこう、普通に、あ、二人でスタ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 って感じ、無で行くってこと、うん、でもうドサみたいなこと。むずむずいわ。で、そのおっぱじまる前、リビングでちょっと盛り上がってきて、おっぱじまる前に寝室行きたい、うん、そのはだけたりとかする前に。ああ、まあでもそうよ、あの全裸移動はしたことない正直なんだ正直ない。あ、そうなんだ。あったかな、あったかもしれない。考えたらめっちゃシュールじゃない。じゃいくね。はい。耳舐める。はい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 。これさっきのね、わからないシリーズ、わからないシリーズで言うと、これもよくわかんない。ダメとは言わないけど、うんうんうん、気持ちよさないし、ちょっと痛い時あるしね。耳ポッってなって。わかる。めちゃめちゃわかる。痛いって。ちょ、やめて、もうそろそろって思う。空気圧でさ、そう、そう、声も出んのよ。一瞬だから。わかるわかる。わかる。でもなんかそんなさ、こうやって避けたらさ、そうそうそう、いや、いやかなと思うから耐えるよ。耐えるけど、そんだけ耐えてる。耐えるけど、心の中の私は、こうなこれあるあるなんじゃない？あるあるだと思う。耳舐めるタイプの人と、したこと。でも好きだから、何回か来んのよ。さ、一回ボッてなった後はさ、ちょっと構えるやん。構える。ボマツするじゃん。あ、ちょっと怖い。ボッてない。あんまこう、グッていかんといて。そう、だから多分、ベロが入り込むもんな。あ、ちょっと。でほんま行き過ぎないでって。ボってなるから。耳ボやばい。あれ本当に地味痛だよね。いいんだけど。いいんだけどね。嫌じゃないのよ。別に絶対やるなとは言わないんだけど。耳ボだけは注意して。そう。最新の注意を払ってやってください。お願いします。はい、はい、舐めてる時口に入ったやつ飲めない。飲めない。経験ね。そう、経験、お経験の話ですけど、飲めないし普通に出す、はいってやる。それ相手が見てても、うん、こう舐めてるところ見てたとして、上って言うもんだって。あ、そうじゃん。上はやばい。入ってきたーって言って、ピリピリって言う。やばいじゃん。再開する。上って、その下に降りた流れで、うん、ここに挟ませて、わかる、それもやる、うん、残す。で、この手さりげなく動かして、紛れ、下のサイン紛れさすよな。そうそうそう、わかるわかる。もう悔しい。え、全然いいと思う、飲めなくて。精進します。しなくていいよ。パイパン押しだから。いやー、パイパンちょっとわかんない。はい。騎乗位の時、うん、相手にも動かれるとタイミングずれてきます。うわー、ずれててかな、揃っちゃうみたいな。あるある。こうなってほしいよ。そうそうそう。だからこっちが動くから。でも前々あんまこっちタイプじゃないんで、こっちタイプなんですよ。足なんかね、斜めやねん私。斜め。あ、そう、足はね、膝つきたいんよね。そうだね、膝ついてるはだけど、うんうんうん、だから完全な上下はできないから、多分ちょっと斜めになってると思う。そうやな。あ、それはある、それはある。それで、うん、もう快感が得られるように相手も気を使って多分動いてくれてるんでしょうが、うん、だから騎乗位はさ、どっちかでよくない？下が動くんだったらこっちの腰とかをこう持って、うん、ガンガンの方が、うん、でもうこっちが動くんだったら下の人は動かない方が、うん、ね、よりこう頭で考えずに済むから、なんだろう、こうなってたのがこうなってくんのよ。そう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 、そうなってきた場合もう謎の、あの、それは筋トレみたいになっちゃうから。そっちのそれは動いてないのとも一緒なのよ、うん、そう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 、ちょっと気まずいのよ。で、ちょっと笑けそうになるしね。タイミングどうでした？だからまだね、これはマジで男子に参考にしてほしい動画だね、ぜひとも。そうだね。あの、思ってるよかそれ気持ちよくないよっていう、うん、多分メンズが思ってるほど、うん、そうだね、優しさで
そのムードも大事だし、うん、まあ、感じてないわけじゃないから、うんうん、っていうとこで、うん、まあ、声出してあげてるとか、ね、うん、なんかじゃあそれ向こうが声出してるからうまいんだって思っちゃうのはちょっとまたお話が違うんだよね。うま、んうんうん、いかどうかの判断は、まあ、その足がガクガクしてるかで判断してもらうしかないね。だね、うん、なんかその S と乱暴を履き違えないでほしいとか、うん、もう勉強になることはあったんじゃないかな、うん、今回は珍しく。逆にあれね、女子側はこんなのもあるよっていうね、あるある教えてほしい。うん、その多分今こう出てない中に多分めっちゃあると思うから、まだまだいっぱいあるあってうちらがなるやつあるから、まだまだあると思う。教えてほしいな。うん、こんな感じだね。うん、まあ、なかなか良かったんじゃないですか。うん、じゃあ今日はこんなところにしましょうか。はい、ではまた次の動画で。